着いた。いやー寒かったな。そういやさ、すれ違うはずだった青森5連隊どうしたの？まだ来てないの？やばいんじゃない？こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、新田次郎の書いた作品、八甲田山死の方向という作品をご紹介したいと思います。あのね、先日 YouTube にアップしたやつで、孤高の人っていう、やはり新田次郎の作品を紹介したんですけれども、その中でも私ちょっと言ってたんですけれども、私の小学校ぐらいの頃にね、八甲田山っていう映画があったんですよ。ものすごい超大作、高倉健さん主演で、まあ、北大路欣也さん、まあ、ダブル主演みたいな感じですよね。雪中行軍、当時の陸軍のね、八甲田山に雪中行軍っていう訓練に行くんですけれども、その中で遭難が起きるっていうお話なんです。でね、そのね、遭難の凄惨なシーンが怖くて、子供心に、とてももう見れなかったんですけれども、先日その孤高の人を読んでから、新田次郎の原作だったらこれね、ただ怖いだけの映画じゃないんじゃないかって思い直しまして、先日八甲田山の映画を見てみたんです。そしたらね、やっぱりこれだけ、まあ大遭難を起こした話ですから、まあ軽く面白いとかね、興味深いっていう言葉は使えないんですけれども、まあすごい作品でかなり感銘を受けたんですね。であれば原作の八甲田山死の方向、これもきっと単なるパニックを主題にしたものではなくて、きっとすごくよくできた作品に違いないと思って読んでみたんです。今回はね、ネタバレをしないようにテーマごとにまとめてみましたので、どうぞご覧ください。当時の陸軍、明治34年ぐらいのお話なんですけれども、それが雪中行軍っていうのをやることになったんですね。で、そもそもなぜ雪中行軍っていうのをやることになったのか、実はですね、ちょっと簡単にマップを出しますとこんな感じなんですけれども、話の主人公になる弘前31連隊と青森5連隊っていうのは、それぞれ弘前と青森にこの屯営地があるんですね。で、時代的に2年後に日露戦争を控えた時のお話なので、もしロシアと戦争になったら、ロシアの艦隊がこの青森湾に侵入してきて、でガツンとこの砲撃食らわされちゃったら、太平洋側と日本海側のこの交通路が遮断されちゃうぞ。交通路が遮断されちゃうとしょうがないので、徒歩で、この日本海側と太平洋側を行き来しなきゃいけなくなると。で、夏ならいいけど冬ってどうなの？ここには八甲田山っていうものすごく厳冬期の雪深い恐ろしい山があるけれども、ここ陸路で人間の足で渡れるの？ってところから始まるんです。そこで、陸軍のその、連隊長みたいな人がね、冬の八甲田を歩いてみないか、ちょっとね非公式な命令でね、ずるいんですけれども、歩いてみないかっていう命令を青森5連隊と弘前31連隊に出すんですね。はい、それぞれの連隊が行くルートなんですけれども、青森5連隊は、青森が屯営地なので、八甲田山系に向かおうとすると、まあ、っすぐというかこんな感じで行けばいいんですね。なので青森5連隊は2泊3日ぐらいで八甲田山系を踏破して、その先の田代温泉っていうところまで行こうよっていう、2泊3日の約50キロぐらい
の工程の計画を立てるんです。一方、弘前三十一連隊っていうのは弘前が屯営地なので、まあ、八甲田山系に行こうとするとこういうルートでも行けるんですけれども、そこは連隊長がね変なこと言うんですね。青森五連隊と弘前三十一連隊はそれぞれのやり方で八甲田山系に入り、途中ですれ違うようなルートを取るのがいいだろうとか言っちゃうんです。で、これを聞いた弘前三十一連隊は、すれ違うって言ったらこっちのルートダメじゃん。ってことは俺たちこれぐるーっとこの十和田湖の方を回って、こんだけ遠回りして八甲田山系に入んなきゃいけないの？ということになっちゃうんですね。なので弘前三十一連隊が通ったルートっていうのは、なんとこのぐるーっとこの遠回りなルート、全行程約240キロ、10泊11日冬山でですよ。私この間ね、雲取り行って日帰りで23キロのコースでもうバッテバテ、夏山なのにあんな感じだったのに、あの距離を10日間、しかもね雪深いところでやるっていうね、恐ろしいルートを弘前三十一連隊は通ることになるんです。ここから先はねネタバレになるんであんまり言えないんですけれども、どちらかの部隊がほぼ全員生還し、どちらかの部隊がほぼ全滅するんです。全部遭難するんです。恐ろしいんですよね。でこれ映画だとですね、青森五連隊でまた切り替わって弘前三十一連隊、また切り替わって青森五連隊っていう、こう互い違いにこのシーンを映していくんですけれども、この新田次郎の小説の秀逸な点っていうのがねすごい構成なんです。まずね、序章でまあこういうことになって、この2つの連隊がいて、冬の八甲田に行かなきゃいけないってことになっちゃったよっていうのが序章なんです。そして第1章雪地獄、怖いですよね。この第1章雪地獄で描かれるのが、先に出発する弘前三十一連隊の方だけ全部描くんですね。で弘前三十一連隊一生懸命頑張ってね、十和田湖回って遠回りしてね、いよいよ八甲田山系にかかるって時にね、そろそろ青森五連隊とすれ違うポイントに来たのに、青森五連隊来ないな、遅れてんのかな、何かあったのかなってところで終わるんです、第2章よ。そして第3章方向、これねさまよい歩くっていう意味らしいんですけれども、方向っていうこの第3章で青森五連隊が出発してからその工程っていうのが描かれるんです。このね描き方の順番っていうのはね、映画ではちょっとできないね、小説ならではのちょっとスリリングというと不謹慎かもしれませんけれども、おーってくるような展開なんですね。映画でも話題になったの遭難シーンなんですけれども、やはりね凄惨なのが出てきます。新田次郎の文体なので、淡々と描かれてる、淡々とした言葉で綴られてるんですけれども、まあ恐ろしい。これを本当にその俳優さんに演じさせたら俳優さん投資しちゃうよっていうようなね、ある意味ね映画よりも恐ろしい遭難シーンっていうのが出てきます。さあこれで、大きな死者を出してしまうのは弘前三十一連隊なのか青森五連隊なのかね、この工程の踏み方、編成の人数、それからまああといろいろちょっと言えないことがあるんですけれども、そういうものがね明暗を分けていくっていう話なんですね。この中にはね山を登る人にも通ずるような
この遭難することの恐ろしさ、どういう原因がゆくゆくは全員が遭難してしまうような恐ろしいことにつながっていくかっていうような、そういう教訓も描かれているような気がします。最近ですね、八甲田山消された真実なんていうね、本当に史実に基づいて、研究された方が実際の話はちょっと違っていたよっていうような本も出されているようですけれども、まあそれにしてもですね、この新田次郎っていうのはそういう史実までも分かって、実は物語をあえてこういうふうに作ったんじゃないかとも言われているんですね。ちょっとね、怖いのダメだよって人はね、強くは進めないですけれどもね、山に登る方、これはね、工程とかそういうののノウハウみたいなのも出てきますので、ぜひこの新田次郎の作品、八甲田山死の方向をご一読いただけたらなと思ってこの動画を作りました。それではまた、登山動画かハウトゥー動画かバイク動画、最近バイク動画サボってますねでお会いしましょう。さよなら。